してここは多分釣りをやってるんだね。なぜここにウニが。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速夢見え、このまま眠りにつこうかな。はい、眠ります。はい、任天堂に到着。お、たぬきちやたぬきち旗が。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、任天という島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいますね。それでは、都の任天堂をご堪能くださいまし。ここは、まあね、つい最近公開されたばっかりの、ついに公開された、任天堂公式の任天堂。めっちゃ楽しみ。超楽しみ。そしてね、限定のマイデザインがあるとかやけん。ちょっとそれを。マイデザインショーケースへようこそ。この端末では、夢の持ち主が作ったマイデザインを持ち帰ることができます。インターネットにアクセスして、夢の持ち主が作ったマイデザインをチェックしますか？します。なんやろ、限定マイデザイン。気になる。トムヌックフラッグ。あ、タヌキチの旗？マジで？ほ。これが使えるということだ。保存します。よいしょ。イェーイ。やった！たぬきちの旗ゲットした。この前デザイン服とかにも使えそうじゃない？ね、なんか、服のど真ん中にたぬきちの T シャツみたいな感じ。かわいい。良きだね。キノコが二つあって。あれか、季節は、現在進行形ってことかな？秋。ここは、あ、ここは、あれ？あの、スマホのね、ポケモリの、連動したやつってことよね。私もちゃんと全部持っているよ、商品は。あ、やっぱ店先にこういう風に置く感じがいいか。私もそういう風にしよっかな。花のやつ、いつまでも置き場所が決まらなくって。いつまでも。ここが、はい、たぬき商店。そして、あ、一軒一軒、塀で囲ってあるのね。やっぱこういう感じにした方がいいよね。いいよね、やっぱり。あ、なるほど、木の切り株を、椅子代わりにしとるって感じ？あ、そっか、そういうのもいっか。普通に家具を置くことしか考えてなかったけど。ここはなんか、すごく活発そうな。ポンチョ！なるほど。ポンチョね。家の周りに。そうなんや、バスケットボールとバスケットゴール、これセットで欲しいよね、やっぱり。うち多分バスケットゴールはあったはずやけど、ボールがないんよね。やっぱああいう感じで置きたいなと思ってるんだけども。で、広場前はこうやってね、左右対称に花が置かれていると。いいよね、広場前とかはやっぱいろいろちっちゃいお店とか。あ、鳥。川辺に鳥。ん、なんかちょっとおしゃれ。ほら、噴水の横で演奏が。なるほどね。水の音とともに、良きっすな。そしてここが博物館で、博物館の横にもね、いろいろと化石が。すごいね。めっちゃ対称な感じなんや。超対称な感じなんやね、こっちとこっち。あ、なんかそういうの綺麗やね。そして博物館前は、向こうね、並木が、並木道があると、全体的な、きちっと整えられてる感じか。そしてほら、至るところで鳥が休みよんよ。よき。そしてこっちは、エイブルシスターズ。風船がある。なんか、オープンしたてみたいな感じかな。あ、向こうに人がいたよ。あ、なるほど。花がいっぱい植えられてあって、その花に水をやるためのじょうろ。あ、そしてこっちは、ちょっとした、
憩いの場って感じかな。公園っていうにはあれやけど、ちょっと休憩して、なんかお菓子とかアイスだとか、そういうのを買って食べられる場所。え、この家めっちゃ可愛いんやけど、誰の家？チョキ。チョキは、あれよね。あの、ネズミ。あ、見て見て見て。周り本物のチューリップの中に。じゃーん。親指姫。え、かわいい。なるほど、そういう置き方ね。確かに紛らせられる。格好めっちゃ可愛くない？君。めっちゃ可愛くない？その格好。あら、はじめまして。会えて嬉しいわ。ピッキー、初めて見た。ここで素敵な思い出が作れるといいわね。ザーマス。あれなんやね、きっちりヒゲが生えてるのが。てかなんかすごいちゃんとスカートまで。そしてここは、パンダとクマは卓球をやっている。森の中にはね、そういうちょっと動物要素が欲しいよね。お、砂の城を作っているの？あ、海辺にハープ。めっちゃいいね。これは、人を頭のマネキンで表現してるってことなんかな。きっとそういうことよね。さあ、そして、人が、いたいたいた。どうも。ウェルカム。ニナちゃん、かわいい。そして、ここは多分釣りをやってるんだね。なぜここにウニが。そして、ここから遠くの島が見えると。あれをね、なんかめちゃくちゃ作り込んでるガチ勢の方たちとはまたなんか雰囲気が違う。素朴であったかい感じの島。私の島に比べたらめちゃくちゃね。この先は工事中。この先は工事中。これはあれか、工事現場の人のためのトイレということよね、きっと。仮設トイレ。なるほど。あれかな、これからも更新されていくんかな、任天堂は。やとしたらね。ま、あの、私と同じく、同じにするなって感じだけど、私に比べたら全く発展してるけど。うん、なんかすごく、ゆるゆるとした感じ。雪だね。いや、だってあれやん、綺麗というか、整えすぎてる島ばっかり見よったら、ちょっとやっぱり焦る人とかもおるわけやん。おー、キャンプ場広々としてるね、めっちゃ。この魚たちを、この島で釣り上げたっていうことなんかな。え、あれって海ぶどうやっけ？よね。あんな感じなんや。へぇー。あれも飾れるんやね。まあ、飾れるんか。へぇー、海の幸やもんね。この魚たちはもしかしてここで捌かれるんかな？この上のは何？何か入っとるけど、わからん。貝かな？なんかそんな感じがする。そしてきっちりきっちり。今から料理を食べるのね。あ、このブッシュルナイル。あれやん。今回のアップデートで追加されたやつ。ブッシュルナイルに紅茶？めっちゃオシャレなキャンプやね。超オシャレなキャンプやね。びっくりした。なんかと思った。鎧かぶってる。あ、こっちに公園。なるほど。こっちにちゃんとした公園があると。あ、いいね。なんか、奥と手前に花がある。私、公園内に花ないんよね。公園からちょっと出たところに、なんか花畑っぽいものを作っとるけど、花畑、花壇っていう方が正しいか。規模的に。なるほど。こういう感じで。私、公園はなんか勝手に足元は砂って思っとったけど、確かにこういう感じでも良いな。はい、そして、こっちの上の方は、この辺も住宅って感じかな？何か、実験がなされている。怪しい。怪しい。庭先で。ティーチャーの家。なるほど、ティーチャーやけん。理科の先生っていうことかな。なんか、書きうるし。あれも多分、先生が提出せんといかん、レポート的なものが、
あったりとかするんかな。こんな感じで、なんか自然にすごい溢れとるっていう感じがするね。そしてこっち、あ、多分さっきの鎧の子や。見て、左右にすごいね、鎧が置かれてあるよ。銀閣の家、絶対そうやん。この重厚な感じの扉がついた家に、え、なにこれ。え、なんか警備してくれよんかな、騎士が。2体やば、素晴らしいっすね。え、なんかめっちゃ、めっちゃなんか、あ、向こうの方にも素材とかいろいろ置かれてあるやん。そして、あ、そこにアイテムとかいろいろ置いてるのね。いいね。なんかそういうゆるさが、いい感じだね。なんか公式っぽくないっていう投稿をしとった人もおったけど、これで、あ、私ももうちょっと、ゆっくりやっていこうかな、みたいな。ほらほらほら、いっぱい置いてある。人もいるんじゃないかと。まあね、あれよ。スローライフでいいから。私はちょっとスローすぎるかもしれんけど。お、ここもなんか、ピティエ。あ、あのなんか、真面目っぽい、ヤギの子や。なるほど、勉強。家で塾みたいなことしようかな、もしかして。ね。あれは、ね、わざわざホワイトボードにいろいろ書いてあるし、庭先で。はい、そして、お家は？あ、左下の浜辺にあった。お家。ちょっとそっちを。お、びっくりした。見に行こうかな。ここはちょっとしたカフェみたいな感じかな。カフェ、フルーツパーラーみたいな。なんか周り果物の木がいっぱい生えてあるし。あれは何？あ、なるほど。花だった。うん、あっちも渡ってないね、私。こっから飛べなかった。飛んでいけなかった。こっち。どこから渡っていけるんだい、あれは。あ、キャンプ場の横から行くってことか。こっちから、横向いて走っていくと、あ、ここに、橋がかかってあるのね。え、なんかここに桃太郎おるんやけど。桃太郎のやつよね、これって。え、違う？え、なにこれ。桃太郎じゃないの？あ、テレビ。なるほど、それを裏向きに置いとんやね。ほうほうほう。ここは桃通りなんかな。桃通り。いいね。入り口もなんかピンクの風船やし。ピンクだらけ。はい、そして。ティーチャーってこの子？なんか先生っぽい。ほら。いや、観光会？僕は、ここにいる理由を探しているのさ。この島の先生ってことやね。もうなんかいかにも先生って感じの見た目。服装とかもなんかあんな感じじゃない？ん？なんかここで。あ、なるほど。あっちで採れた果物とかここで食べるの？そして、おっと。ここがね、お家。お、あつ森の音楽が流れている。お邪魔します。おー、すごい。めっちゃトレーニングルームなんやけど。超トレーニングルームなんやけど。あ、そしてちゃんとね、トレーニングが終わった後は、シャワーを浴びて。ほうほうほう。あ、これもあれよね。ちょっと前に追加された。おー、すごい。こんな感じなんや。こんな感じで動くんや。リングフィットアドベンチャーのね。これは、あれか。なんか、ヨガマット的というか、この上でリングフィットやるってことかな。え、すごい、これ。持ち上げるやつやろ、これ。うん、そしてやっぱり、ニナちゃん、女の子やったけん。いちご味のプロテインやね、きっと。え、ってかなんか普通な感じの子に見えたけど、めちゃくちゃ鍛えて体バキバキな感じ？
すごー。いいっすね。ほい、こういう感じで。なるほど、ここに座って、海を眺めながら過ごすわけだね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、多分まだね、これから先出るかどうかもわからんけど、多分出るよね。一応マリオの予定はあったはずやし、コラボ家具とかがあんまりないけん、公式っぽさがあんまりないって言われようかもしれんけど、でも、すごい、綺麗。超整っとるって感じで、私的には。でもこれぐらいなんかね、スローペースな感じでもいいんかなって思った。安心。